どうも、お疲れ様です。速稼塾の久保です。中古車最大手のね、ビッグモーターの不正事件がまあどんどん報道されて後を尽きないわけですけども、まあこういった大手企業の不正っていうのを今までかなりやってですね、それが大手企業だけではなくて、それを取り巻く中小とか取引先もやっぱこう一緒になってね、その不正を補強したんじゃないかなってことが結構ありますね。例えば不動産業界で大きな事件といえば、例の構造計算書の偽造っていうのがありました。確かヒューザーっていう会社とね、あと木村建設っていうのと、あとは国の出先機関でそういった不正がないようにチェックする機関もこう抱き合わせでですね、みんなで、インチキをしたと。で、最終的にはその、まあ、姉派建築士っていうね、まあ、その方一人が責任を負ったみたいな形になっちゃったんですけども、まああれもね、姉派さん一人がやったのかなって言えばそうでもなくって、まあ、その構造計算書を偽造したものを、まあ、見抜けなかったと言いますか、半ば見過ごしたというかね、それを通してしまったチェック期間っていうのも甘かったというよりも共犯だったんじゃないかなと思いますよね。まあ、でも事件が発覚したら、あ、自分たちも騙されていたんですっていうかね、一気にはしごを外して、まあ、一人に責任をなすりつけたみたいな感じだったんじゃないかなと思います。あれは国会の参考人招致にもらった大きな事件でした。で、未だに構造計算書偽造で建てられたマンション、ここがもう使用禁止になりますから、そこを購入した人っていうのはもう二重ローンになってね、他の住まいのローンも払うことになって人生めちゃくちゃになったなというところでございます。まあ、こういったところに顧客の保護っていうのは、まあ、ほとんどなされないっていうのが実態じゃないかなと思うんですよね。まあ、それから芸能界ね、芸能界も前々から言われていたんですけども、いわゆる枕営業とかね、まあ、枕営業は主に、まあ、女性のアイドルさんとかね、タレントさんがされていたってことになって、もう古くはね、もう30年40年前の、まあ、岡田育ちゃんをはじめとするね、まあ、アイドルさんの1980年アイドル黄金期にも結構噂されていて、あの頃は情報がなかったんで結構もみ消されちゃったところがありますけれども、当時を過ごしたアイドルさんで後々引退された方がね、まあ、今いろいろとこう暴露し始めたっていうところと、あとはジャニーズですか。ジャニーズのね、ひどいですね、あれはね。マスコミもグルになってずっと隠蔽してきたっていうところがあって、まあ、いざ事件が明るみになると、マスコミ業界が一気にね、私たちも騙されていましたっていうね、いきなり被害者面をして、ジャニーズを叩きまくって闇に葬るというね、まあひどい話だなと思います。まあそれから最近でしたらオリンピックっていうね、大きな利権が、まあこれも八百長をやってたのかなというところでございます。まあ例えばね、パソナっていうところがね、もう仕事を請け負って 95% 中抜きして絞りカスを当日の日当として、係員さんに払っていた、ボランティアさんに払っていたっていうところがあるかなと思います。なんともひどい話だなと思いますよね。さすが竹中平蔵でございます。それからね、角川ですね。角川ほか大手企業がこれも賄賂をこう、ね、受け取りながら買収を繰り返していたっていうところもオリンピックの今回の利権の特徴じゃないかなっていうところがあります。しまいにはね、オリンピックに使われたお金のうち12兆円、なんかこんなのがね、使途不明金として上がってるみたいなことがありました。まあこれは、オリンピックだけなのか、それとも、当時の感染症全体なのかね、よくわかんないところがありますけども、それも込みで使途不明金が12兆円というね、まあ国民が、だいぶ負担にあえで、国民負担率が 50% 超えるんじゃないかなって言われるときに、まあなんとも景気のいい話がどっかにあるもんだなというところでございます。まあそれからね、振り返ってみるとね、相撲界ですよね。相撲界もね、八百長が多いと言われていたんですけども、例の千代の富士までね、千代の富士まで業界を盛り上げるために、まあ、いわゆる出来レースをしたんじゃないかなっていうことが噂され始めて、まあ、これも噂の段階ならいいんですけども、火のないところに煙は立たずというか、10年とか20年ぐらい経つとね、まあ実は、みたいな、暴露本が出てくるんじゃないかなっていうふうな気もしないでもないですね。確かに千代の富士、ね、多くの人が熱狂して、相撲ファンならずとも千代の富士は知ってるみたいなことも起きていたんじゃないかなと。でもあれがな、あの優勝がね、なんか作られたものであったってことを考えると、まあスポーツってのは、ガチの勝負っていうよりも、エンターテイメントを作られたものとして考えた方が、まだ冷静で見られるのかなという気はしますね。はい、ということでね、いろんな不正があったもんですけども、こういったことが、じゃあ、ネットビジネス界にはね、どうなのか、あったのかっていうと、ネットビジネス界もまあ、インチキばっかりですからね、そのインチキの中で、やっぱりこう、インチキをしてない人と、してる人の見分け方ってのは非常に難しいんですけども、インチキをしてるとね、結局は続けられなくなってくるんですよ。
ね、今お話したような大手の不正だってバレれば続けられなくなってね、役員が変わったりとかね、会社自体がなくなったり解散したりとかするわけですよね。で、濡れ衣を着せられて解散された、そういった組織はないとは言いませんけども、大体ズルは続かないんですよね。大体ずるいことしようと思ったらなかなか継続したくないんですよ。そう、サボりたいわけですから。で、詐欺師って必要最小限の労力で最大限の利益を持っていくわけでしょ。だからね、詐欺をね、もう10年続けていたらもうそれはすでに詐欺じゃなくって、もう世の中がね認めた立派な商売だっていう方に言えるんじゃないかなと思いますね。まあ大体続かなくなってきますんでね、まあ、というところでね、世の中のインチキを今ちょっと振り返ってみたわけですけども、こういうのね、ナミさんはどのようにお感じになったでしょうか。またいずれ動画などで返信いただければ幸いでございます。お疲れ様です。